続いてやってきたのは愛知県安城市にあるこちらのショップです。さあ、今日はですね、このクソ寒い中安城市のブリッジさんにやってまいりました。ね、まばらな拍手ありがとうございます、ね、日本国民たるものがアメリカの旗を上げるんじゃない。すいません、不審車両不審者不審者せーの不審者、ね、せーの不審者はい、どうぞ。ちょっと待ってください。こう見えてもこのブリッジの代表ですどうも杉田さん、どうも。で、まあ言ってくとこの機関車トーマス、これは、はい、あ、以前ね紹介したバーベキューセットだ。バーベキューセットです、はい。いろいろタイプがあるんだ。そうです。これ6万5千円ですか、はい、同じタイプ、これ、はい、同じタイプで6万5千円、はい、これはマスターフォージっていう会社の、うん、バーベキューコンロですね、はい。この肉は上は火が、そうですそうです、火の調節ができるんですね、ですね、はい、はい。それでなぜか、はい、ターボスピーカー、はい、これもこれあのシーンとしとっていかんものですから、これもちょっと今日飛ばせるんだ。あれで飛ばせます、はい。これはミニ、はい、ミニサイズです。はい、あ、お手軽にできるやつですね。なるほど、はい。で、うん、これは、うん、このチャーグリラーのこいつと合体ができるんです、うん。ちょうどここ、はい、ありますよね、このところ、それがここへくっつきます、はい、横に横にこのところにね。あ、わかったわかった、はい。ということはこっち、いっぱいでも小物が焼けるとか。そうです、小物も焼けたりとか、あとこっちに何もしなくて、うん、食材置きますよね、うんうんうん。でこっちの燃えとる方にチップとか入れるとスモークができるわけですよ、はい。こっちに煙が入ってきて、煙がここから移動する。そうですそうです、このためについてるんだ、この換気が、そうなんですよ、はいはい。見て見て見て、ほら。他にも屋外で本格ドリップコーヒーが楽しめるアイテムや丈夫で防水性に優れたケースなども紹介していただいたのですが、薬師寺安江、何やら奥の方が気になったようです。あ、こんなとこにバーベキューが、はい、そうなんですよ。これもかなり熱いですから、今500度超えてますから、中が、はい、これでわかるんだ、はい。あ、温度計、そうなんですよ。これが、うん、こっちのバーベキューのコンロの特徴。ここは大丈夫です。あ、蓋ができるかできないかでだいぶ大きな差が出るんですよ。はい、これが特徴。最初に、はい、まずピザ、ピザを焼きます。よくピザ窯あるじゃないですか、はいはいはい。薪がやって燃えてて、そのそばに、はい、ゆっくりこう皿で、ね、こう入れる、それと一緒のことが、はい、これができるわけなんですね。はい、蓋があるから。そうなんですよ。で、こういうものってよく、うん、この炭ってバーッと全体に引いちゃうじゃないですか。そうだね。そうじゃダメなんです。半分だけ。うん、半分で、ここはもう余熱で火が入りますんで、蓋があるんで。はい。どうですか、はい。はい。いいですか。はい。こういう感じで。あ、ここじゃないんだ。そこじゃないです。はい。横で焼くの？横で焼きます。で、蓋をします。そうすると温度が上がります。あ、今上げてたんで下がったんだ、はいはい。でこれで何分ぐらい、だいたい10分ぐらいですね。そんなに、はい。杉山社長、こだわってますね。僕もねタレント長くやってますけど、こうやってマジで待たされるのってあんまないね。ね、普通は本当に入れました、そしてここに焼けたものがありますってやるんだけど、マジで待ってるからねこれ寒いっていくらこれアメリカ製で抜くじゃん、寒いよもう。今日雪雲雪雲、これ見てチキンラーメン開けちゃダメなんだよ途中で。いい、開けてどうぞ。はい、行きます。やばい、いいじゃん。いいんじゃない。いいですよね。お、はい、あ、これ本当に横で焼けるんだ。横だけで、はい、ブツ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 なってますよね。うまい。あ、違う。焼けたなら焼けたって言いなさい。忘れてました。まだお腹空いてるんですから、はい、すいません、はい。さあ、まだまだ続いておりますバーベキューコーナー、ね、続いての食材はこちら、じゃん。なんとですね、ハンバーグ。ハンバーグを焼いてハンバーガーを作る。ガーにする、はい。ハンバーグを焼いてパンで挟むとハンバーガー。 OK、 はい、はい、いきましょう。じゃあ
もう本当にね、ただのあのハンバーガー屋の親父になっちゃいましたね。行きましょうか。はい。私の合わせます。はい。とろけるチーズになっちゃうな。はい、そうなんですよ。そうなんですよ。おお。乗せる。乗せる。はい。で、この、下でもいいですか。まあその若干汚い軍手で触られたのが気になるんですけど、はい、まあその辺気にしんときましょうか。はい。はい。はい。わ、はい、かりました。いきますよ。あどうしたんですか。大丈夫ですか。いやちょっと冷えてたね。ですよね。辛え辛本当。手羽先、手羽先ですこれ。さてバーベキューを楽しんでいると、いこういう寒いで食べるね、食べる揚げ物最高ですね。もうこれ最高ですよ。はい、ちょっとちょっとあれ何してんの。何してんの。すいませんごめんなさい、仕事中なんで。いやいやいや仕事中です。え、何しこう呼ばれてないんですけど。近所の方ですか。すいません無銭飲食。呼ばれてなんか美味しそうですね。ちょっと約さんが、はい、持ってこい車を持ってこいって言うから、私え何でしたっけ、なんかちょっと持ってきたら持ってきましたよ。車を車見ます、こっちがいいですか。まあそこまで言うなら行ってみようか。こっちがやめます。エアリアルのゆきさん、車を持ってきたということなんですが、その車とは。いいですよ、はい。あこんなところに俺のシエナが大きな。はい、シエナが来たんで持ってきました。もうご丁寧にね、はい、日本の規格にない車ですから、隣に規格するエスティマートまで用意してもらいましたよね。はい、そうですね、はい、これだけ大きさが違います。見てくださいね、綺麗だねこれ。綺麗ですよこれね、まずね一発目の匂いね、はい、いいですか、グッズメール、ね、いい匂いだこれね、はい、広くないですか。でかいよねこれ、はい、でかいですでかいです。なんか取り外しできるんですよねこのシートがね。そうですね、ね、はい、でこれで8332か。見てくださいこの広々スペースね。そうですね、ゴルフバッグ縦に置けます。あ、そうです ね置けますね。というわけで、ね、私のトヨタシエナが、やってまいりました。で、そしてですね、いいですか、これクレに届いたんだけど、はい、すいません、まだ値段も聞いてません。はい、はい、出してもないですね。出してもない。この笑顔は一番怖い、ね。はい、一体いくらなんでしょうかね、はい、秘密ですけど、はい、それからね、今回からまた始まりましたこのカスタム計画ね、ちょっとこれちょっとねカスタムしていきます。ノーマルのままでやっぱ乗れないからね。そうです ねちょっといろんなことをちょっとお手伝いしてもらってもいいですか。はい、はいはい、任せください。一体これからどうカスタムされていくのでしょうか。楽しみにしていてくださいね。 CM の後はブリッジからのお得情報です。まあいろいろこうバーベキューセットありますけども、はい、なんと今日は薬師流見立てディスカウントがある。はい、まあ限定数ですけども、はい、今からここに書いてある金額を変えていきますので。ほんで変えていきます。はい、あそうピラピラピラっといいんですか。はい、あそれあそれで赤弁ね。はい、赤弁で、わかりました。はい、じゃあまずどっから行きましょう。じゃあこれから行ってみましょうか。はい、じゃあこれモバイルカートボックス、はい、通常1万8000円プラス、ね、そうですね税。はい、はい、これは、はい、じゃんじゃんじゃん本当に、はい、プラス税、はい、1万800円ってこと、はい、限定2個はい、あ社長さんだったね。そうなんですよ、勝手に従業員やってるからどうだ、はい、いいんですか、はい、2個限定1万円で、はい、1個で1万円ですね。はい、1個1万円です、はいはい、じゃあこれはこのちっちゃいやつ、うん、はい、これでも数ないって言ってたよ、1個しか、はい、これはもう1個限定1個しかない、1個しか、はい、これしかないんですよね。はい、これしかないので、はい、はい、これはこれは、1万2000円はい、はい、プラス税、プラス税、はい、はい、5個いきましょう。5個、はい、これああいうので飛ばせるんですよね。そうです、ね、そうです、はい、携帯からでも。そうなんですよね、はい、限定5個です。はい、限定5個、はい、はい、そしてこちらですね、こちら一番高級品の、ね、高級品ね、6万5000円通常。はい、これは数はこれは
2台です。2台、はい、これは円って書きますよ、円、はいはいはい、ドルじゃないですか、はい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 、5万円、はい、来ました、ね、これ夜今チャンネルつけてた人は本当にミッドナイトショッピングだと思いますよ、これは、はい、1個が、1500円、半額ですね、はい、1万円引き、はい、なるほど。この値幅の日々あの割引が全部違うっていうのはどっから来てるんでしょうかね。なんとなくです。なんとなくです、はい、ひらめきで、はい、ブリッジっていう会社はどんぶり勘定です。はいはい、行きましょう。それで、はい、それでいいんですか。はい、はい、今回ご紹介したバーベキュー用品が見たい方はぜひブリッジへ足を運んでみてくださいね。